皆さんこんこにちははです、はい今日はえっと急遽なんですけれどもこの次にあのー、性格診断アプリとかのあのー、実況をあげようと思っているんですけれども、えー、最近私ちょっと生理でねあのー、イライラすることがあったりとかやっぱりまああんまり私もともとあんまイライラしないんですけど。 どううしてもこうに当たってしまったりとかねちょっとゃんに強く言っちゃったりとかあのそういうことがまあ生理と重なっちゃうと、まあ、すごく何て言うんだろう言い争いとかも多くてやっぱり男の子ってそういう生理の「なんでイライラするの?」とかその「なんでお腹が痛くなるの何で生理になるの?」とか「いつ生理が終わるの?」とかそういうのとかもわからない子が、ね、たくさんいると思うので。 今日は生理について、あの女の子も多分生理始まってそんなに経ってなかったりとかする子もいると思うので、生理についてですね。あのー、詳しく説明というか、まあ、あのー、していけたらなと思います。で、私がどうしてまあ、そんなにあの知識は正直ないんですけれども。なんでここまであのー、ダイエットだったりとか、あの知識まあ。そういう。 体のね、あのー、メカニズムだったりとかっていう、私看護医学科というか、なんかそういう。まあ、福祉だったり、看護だったりとか、そう、看護学だったり、えっと、とりあえずですね、精神看護学。で、犯罪心理学だったり、いろんな、こう。勉強をしてきました。なので、そういう看護の。あの、人の体内の勉強だったり、心理の勉強だったりとか、メカニズムだったりとかっていう勉強を。あのー。携わってきた、人間として。言える、ことだけを。 あの今まとめてちょっと喋っていきたいなと思うので、どうして生理になるのか、どうして生理中にイライラしてしまうのか、でそれはどうしたら解決できるのかだったりとか、でそれもダイエットに関係してくることだったりとかもするので、そういう話をしていきたいなと思います。はい、でまず最初になぜ生理になるのっていうあのすごく多分素朴な疑問があのたくさんある子。こう がいいると思いますでなんで生理になってなんでこんなに嫌な思いを毎月しなきゃいけないのもう本当に嫌だって思ってる子いると思います。で簡単に言うと本当にみんなが分かりやすい言い方で言いますね男の子女の子とかもう本当にあのー、そういうわけ隔てなく分かりやすい言い方をするとえっとまず赤ちゃん生まれて自分が生まれて生まれてからまだ小長期という段階にえっとかかってから えっと、大人になっていく二十、まあ、歳っていうのが大人の基準とされていますけれども女の子の,あのよくね女の子はこう成長が早いとかあの女の子の方がお大人とかねよく言うんだけれどもそれと同じで女の子の体っていうのは発育をどん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 早めにななんていうのかな大人に近づいていきます女の子の体が大人になっていくんだっていう成長の過程が分かるのが生理ですで、えっと、私は、えっと、10歳でなったんですけれども 女の子のもともとの赤ちゃんのね男の子女の子の作りが違うのは子宮があるかないかっていう違いだと思うんですけれどもその子宮っていうのがですねどんどん,どん,どん大人へと成長していくっていうことでその子宮が大人になっていくんですまあ自分たちの,その考え方だったりとかねあのそういう例えばまあ胸が膨らんだりとか例えば男の子だったりね それは、えっと、女の子が胸が膨らんできたら男の子は逆にその女の子の胸のの女子胸成長がが気になるってう男の子もやっぱり自分の,、ね、その持っているものの成長もあると思うんですけれども女の子はそれよりはるかに成長を繰り返しているので、えっと、子宮もこう大きくなって。 行ってでそこで月経というまあ今生理ですね生理が始まるんですけれどもえっとすごく本当に今アバウトにあの誰にでもわかるあのそんなわかるよっていう程度のことしか今喋ってないんですけどまあそれで生理っていうものが始まりますで一番その不正出血が多い時期っていうのがまあない子はない子で本当にいるんですけどやっぱり十一歳から十五六歳までかなあの大体の人は中一から中三まで 生理来てると思うんですけどあの生理のねあのねあ安定期っていうのがあって10年丸10年ねこう自分でサイクルを重ねて子宮をどん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 大人になっていくまあ、それこそ階段を積みながらあののの10年のサイクルでやっっと生理ってていいうものは落ち着いてきますなのでその中で生理不順っていうものが生じてしまうともっともっとサイクルが狂ってっちゃってホルモンまあ でホルモンの話もするんですけどホルモンバランスが崩れてしまってまたそこからどん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 こうちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃって体はあの成長を続けていきます。なんていうのかなすごくあの言葉がすごくね難しいんですけど。 あのすごく今ね簡単に話そうとしてるんですけどすごくちょっと難しい女の子の体の構造っていうのはすごくそれほど難しいものになってます。で今話したんですけど生理っていうのは、まあ、大体10歳私が10歳で始まったように10歳から15歳 まままでには多分始まるものだと言われています看護学上ですねその10歳から15歳のその5年間の間に女の子の体はすごく成長して体と考え方がすごく大人になっていく時期10歳から15歳多感な時期なので、えっと、その間にすごくねあのいろんなことが起こると思いますで私の動画を見てくれている方10歳から15歳の方本当にピンポイントで多いと思うんですけれども例えば うん、なんだろうなでそれも、まあ、生理が始まる前生理始まった後もそうなんですけどそれはホルモンバランスの崩れだったりホルモンが逆にこれから活性化しようとしている時だったりとかもするので。 あの考え方だったり自律神経だったりとかも全て関係してくるものなので,でもそれは本当に自分が落ち込まなかったりとか落ち込んだり落ち込まないとかっていうのはねそういうのは本当に全てホルモンのバランスでできているのであの自分でもわからない「なんでなんで」ってあの追い込んじゃう子もいると思うんですけど本当にそれはあのホルモンとのねあのこう付き合い方にもよるんですけどまあそれだったらエルペインとかお薬を飲みながら生理痛との薬飲んだりとか。 は神経の薬を飲んだりとかそこは調整してホルモンとちゃんとお付き合いをしていったりとかした方がいいんだけれどもやっぱりあの薬っていうのはなかなかねあの体に取り込まない方が一番いいものなのであの本当にイライラ我慢してあの甘いもの食べたりとかして調節している子はほとんどです、ね。普通ののと生理の 違いですね、生理の時に出る血の違いっていうのは生理の時に出る血ってい地球の中に作られたこの内膜っていう膜があるんですけどそこの膜がちょっと痛いんだけどこうベリベリって剥がれながら汚い血あの余分なね人間の中の,あのいらない血を流してくれる役割の血になってます経血っていうのは。で、えっと、普通の血はあのもう本当に体内に流れている血のこと。 すので、えっと、またその生理で出てくる血っていうのはここのとかね体内に流れてる血とはまた別のこの子宮の中の内膜の,あのこの何て言うんですかね入れ替わりというか、うん、それが血と一緒に血から流れてくるっていう感じが生理ですなので重かったり軽かったりとかすごく血の量違う日とかあるったりとかねすると思うんですけどそれはあのー、その時の体の体調だったりとか。 その月の月ねやっぱ毎月体調違うと思うんですけど生理になってる子そんな感じでだいぶあのイライラしたりとかあれ今日お腹空かないなとか空くなとか毎月本当に違うんですけれどもそれも10年したら。 やっっとと分かかてくるスパンかなと思いますさっきからずっと言っている10年っていうスパンなんですけれどもそれは、えっと、安定期みたいな感じですね妊娠でいう安定期みたいな形で、えっと、大体の女の子が生理は4日から7日ぐらいの間で終わるんですけれどもその10年の,、えっと、このちゃんとしたサイクルが作られる自分の中のサイクルが作られていく中で、えっと、このね何て言うのかな4。 例えば何日ぐぐららいいいいいっってててううののががかる10年と言われまます、まあ、私がね本当に聞いた情報でしかないんですけど先生から聞いた情報というかまあ、いろんな先生から聞いていた情報なんですけれども10年と言われているらしいで,で大体2日目が本当にみんなきついと言ってまあ、それはねもう何て言うんだろうもう本当都市伝説かのように2日目はきつい3日目はきついって123日目3日目まではね みんなきついっていう日なんですけれども、生理周期っていうのは本当人それぞれなのであれなんですけど、二十八周期と言われています。で、とその二十八周期が固定してくるのがその言っている十年ということで、で、まあ固定してくるかは全然何年でもね。 固定すするる子はいるんですけど確実にこの10年のサイクルを経たら大体は自分の生理期間が分かってくるよって体が自分の生理はこんな感じだよって分かってきてくれる体になってくれるっていうのが10年らしいです。で、で28周期なんですけれどもまず生理 が始まって1日目から。まあ5日目あたりまではえっと生理周期の中ではですねうんん。私だと胸が張ったり、すっごい胸が張るんです。痛くて痛くてで胸がいきなりボーンって大きくなったり痛くなったりします。で、えっとあとはお腹がすごく何て言うんだろうな。お腹がすかない。本当に私の場合はすかないです。生理中はお腹すごい。すくって重いんですけど。 私は本当につかなくて朝昼晩食べなくてもあの2日ぐらい平気な日も <laughs> ありますそのぐらいお腹が重くなります私はなんかこう 体内がすごく重くなるな体重とかではなくてこう胃もたれしてるような感覚に襲われるのでなんかすごく気持ち悪くなってしまいます。日日日かから15日の間排卵日に差し掛かりますで排卵日っていうのは、えっと、分かる子もいるかと思うんですけれども赤ちゃんができやすすい日になっていますダイエットで言うと生理後の2週間はすごく痩せやすい期間と言われているんですけれども排卵日はお腹が少しこう減ってきたりとかして逆にもともう過食に走ってしまう日かもしれないです。 そして20日目から2 5 6日目、まあ、28周期だとしたら大体いい生理になるちょっと本当に前ですねすごく眠くなりますあの本当にね変に眠くなりますなんかこう別に薬を飲んだわけでもないのにあのまあ よくさ薬の注意書きに眠くなるので「ご注意ください」とか書いてあったりとか頭のね頭痛薬だったりとかあの書いてあると思うんですけど何にも飲んでなかったりフラットな状態なのにすごく眠かったりとかむしろ例えばじゃあ20時間寝たっていう人でも寝足りないもう何時間寝ても寝ても寝足りないっていう日が続きますそしてまあ、生理前なのでそれこそイライラしてきてしまったりとか食欲が本当にもっともっとあのそのハイラミより湧いてきたりとか。 っていうのがそのずっと続続ききますね1週間くらいは続きますそしてまた28日に戻ってきてここからですねここからぐるーっと28日まで戻ってきた時にまた織物が増えたりとかあのイライラしたりとか食欲がっていうのが全部ガバッと来て焦あ生理になるんだなと思ってからいきなりまた生理が来る感じのそれが28周期。 になりますでその28周期が安定してないっていう子はあのまだ生理始まりたてだったりとかまだその5年10年と安定していない子がその28周期ではないことを言われる子なんですけれどもまあそれは本当に安定していない理由としてはストレスだったりとか、まあ、過食とかしている子だったりとかあとはもう私みたいにね、まあ、太っていた時とか、まあ、今も太ってるんですけどただ本当に。 私は本当たまたまなんですけれども生理不順っていうのはその太っていた時は別に特に1回ぐらいしかなったことはなくてあそれからはずっと28周期でちゃんと来ていますでえっと、まあ、以前私も動画で紹介したんですけれどもと下に概要欄に「クるー」というアプリの動画を載せておきますのでそれで私去年の12月ぐらいからかなずっと毎月生理が来るごとに書いていてあの本当にね ちゃんと来ますその日に、まあ、まあ1日2日はほんとずれてしまうんですけど、まあ、今回の生理も23日に来るってなってたんですねであの今日21日に来たので本当にちょっとここ最近ね、あのー、クルーには助けてもらってますなのでみんなクルーだったりルナルナとかね生理アプリ絶対に使った方がいいと思います本当あのー、アプリの計算めっちゃすごいって思って。 めっちゃアプリ作ってくれた人ありがとうって感じなんですけど本当にそのぐらい生理周期は大事にあのまあ、アプリだったらねメモしやすいのでメモをしてずっと使わせてもらってますそしてそのホルモンが乱れているって言っているのは生理不順だったりとか肌荒れとかですねその皮膚に現れるものっていうものは全てホルモンの乱れだったり自律神経の乱れだったりするのでやっぱりそういうのを じゃどうしていけばいいけばのっていうのはストレスとかまたいろいろとつながってきてしまうのでそんな深くはそこまで深くはこの動画一本では話せないんですけどでもホルモンバランスの乱れがそういうふうに食生活生理不順だったりとかも全てにつながってしまうのでそういった面では気ををつけて生活をした方がいいいかなと思いますで。私みたいに芸能活動をしていてすごく朝例えば5時に起きて夜中 3時に戻ってきてご飯を食べて1時間寝てとかっていうのは本当に生理不順とかあの食生活の乱れももちろんなんですけどそういう生活ではなくて普通に朝昼晩ちゃんと食べるとかあの朝は食べれなくても例えば昼サラダ食べてとかちゃんとそういう。 なんていううだろうな食生活の乱れをちゃんと正してもらえれば生理不順にはならなかったりとか肌の乱れにはつながらないと思うんですけれどもまあでも本当に女性ホルモンっていうのは全部あの肌の乱れとか生理不順とかもう体調の崩れとかに全てつながるものなのでそこは。あのー 気ををつけなががら生活をした方いいいと思います私がストレスを感じていつもする方法はリラックスの音楽を聞いてますえっと、まあ、YouTube で安眠とかって調べたりとかあとはまあ何て言うんですかね音フェッチ調べたりとかねずっとあのずっとこうリラックスで聞いてますであとはお風呂に長く浸かることですねあの、まあ、腸とかが内臓とかがすごく冷えていると痩せにくくもなるし あの燃える脂肪も燃えないしで内臓が暖かくなると人間の体ってすごく暖かくなるのですぐに寝られるような準備を整えてくれるのですごく全体的にね体の全身がポカポカしてでなんだろう心もほっこりして寝やすくなるしすべて整えながらあの次の日に備えることができるので私は音楽を聴くようにしてます。リラックス音楽を聞いて まあ入浴剤変えてみたりとか、でお風呂に今日具合悪くてシャワーだけとか入れないなっていう日は入浴剤とかじゃなくて例えばアロマを焚いたりとかあの、まあ、体にもうこういう何て言うの匂いと音楽もう耳とね鼻とかも全てつながっているので、まあ、くその口に入れるものでももちろんそうなんですけれども、まあ、ハーブティー飲んだりとかちょっとこうリラックスを。 できるるよよううな環境を作るようにしてますそしてみんなにとってもらいたいのが最後鉄分ですね鉄分は本当に取っといてほしいですっていうのは、えっと、まずそのさっき言った子宮があの子宮の中にある内膜がペリペリペリってもうすごくペリペリすると痛いんですけどペリペリペリと剥がれて。 血がこう排出されていくののでまあ、体内の結局は全ての体内の血みたいな感じになるのであの血が不足してしまうんですね。なのでえっと貧血症を起こしてしまったりとかねあの本当に血が足りないっていうその SOS がが出る時がある時あんですなので鉄分を摂取してレバーだったりとかあとは鉄分のそういうウィダーゼリーみたいなのも出てるので鉄分を摂取してて貧血にになならいいように心がけてください鉄分っていうのはその精神的に安定させるセロトニンっていうものが含まれていてそれが減ってしまうことによってホルモンバランスが崩れたりとか、まあ、精神的にうわーって不安定になっちゃったりとかもする時もあるのでそういう,うにあに、のー、鉄分を取るように心がけるのが生理中の ろいかなと思います食物繊維もそうなんですけどビタミンとかカルシウムマグネシウムとかも全てあのちゃんと取れる食事があればたんぱく質とかもね含めた食事ができればダイエットだったりも効果的だしあの健康体でいられると思うので、まあ、そういう部分もまあ難しいと思うんですけど、まあ、コンビニでもね買って食べてる子はいると思うんですけどあのサラダチキンとかたんぱく質も豊富に含まれていて。 あのエネルギーもちゃんとあってっていうものもたくさんあるのでコンビニの食事でも大丈夫なので皆さん朝昼晩心がけて食べてみてください。最後の最後になるんですけれども本当に、えっと、血がもう本当に強すぎて量が多すぎてでイライラも止まらなくてどうしようもう本当にやだ生理やだってなっている子は婦人科に一度相談してみたらいいと思います。で婦人科に行くと、えっと、お薬を もらえたりとかもするので、で私はと小学校の時に。 あの小学校6年生ぐらいの時に本当に1回乱れてしまったことがあってその時にお薬をもらって正常に戻したことがあったんですけれども婦人科に1回行ってみることをおすすめします。ということで今日は生理についてて少し話しし話みましたなかなかあの私がこういう医学的なことを話すっていうのはあのダイエット以外のことではなかったんですけれども。あのやっぱり私は 医療が好きだし医学が好きだし看護学がすごく好きだし体のメカニズムだったりとかあの自分がどうしてこんな落ち込んでしまうんだろうとか何で人はこういう風に思ってしまうんだろうとかいろんなことを考えながら毎日生きているので自分の体と向き合いながら生活をしていけたらいいんじゃないかなと思います。はいといととうことで、まあ、私も 苦しんんででいいるよってううのもそうなんですけどみんな本当に女の子だったら絶対にねあのぶつかる壁ではあると思うのでちょっとでもあのあのだからイライラしてるんだってで彼氏とかに見せてこういう感じらしいよって、まあ、こういうい見せなくてもいいんですけどね全然見せなくてもいいんですけどこういう感じになってるからごめんね今日ごめんねってあのもうイライラしててごめんねって謝ったりとかあの男の子が本当に一番ね 生理に関しては本当にハテナがいっぱいボボボボンって浮かぶと思うんですけど本当に女の子が生理の時はやっぱり何も喋らなくていいからぐらいに思ってあの見守っていてください。<laughs> はいということで今日は生理のことについて少しお話をさせていただきましたちょっと長い動画になっちゃってすみません。ということで次の,あの動画はあの今日出すかはわからないんですけれども、えっと、自分の性格診断。 の動画を作りたいと思いますということで盛り上でしたバイバーイ